ウィリフレット・ホセレ・デズマー・コスタは、ベネズエラの場合で、ラパスクア出身のプロ野球選手。1998年に、アマチュアフリーエージェントで、ボストン・レッドソックスと契約。ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグに参加。1999年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスでプレー。2000年は、A 級オーガスタ・グリーン・ジャックスでプレー。 2002年12月16日にルール5ドラフトでデトロイトタイガースに指名され移籍した。2003年4月2日にメジャーデビューを果たす。6月4日にサンディエゴパドレス戦でメジャー初勝利を記録した。2007年6月20日アトランタブレーブスへマケーマクブリッジとのトレードで移籍した。7月31日には ロイスリングとのトレードでサンディエゴパドレスへトレードされた。この年はパドレスで9試合に出場した。2008年8月29日にウェーバーでアリゾナダイヤモンドバックスに移籍した。3試合に出場し、オフに12月12日にノーテンダー FA になった。2009年1月にワシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶ。 5試合に出場し7月6日に放出された。8月5日にトロントブルージェイズと契約した。A 級ダニーデンブルージェイズで3試合に出場。8月18日に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格し、8試合に出場。しかしメジャーに上がることはできなかった。10月9日に FA となった。11月30日にピッツバーグパイレーツと マイナー契約を結ぶ。2010年7月27日にスティーブン・ジャクソンと共にメジャーへ昇格。12月24日にディーフとなった。2011年1月5日、ウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍した。ジョジョレースがディーフになり40人ロースターに入った。シーズン終了後の9月29日に FA となった。 12月2日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2013年千葉ロッテマリーンズ在籍時代2012年はトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎えた。38試合に当番試算勝3敗3セーブ、防御率6.99だった。7月24日に解雇された。7月27日に千葉ロッテマリーンズが獲得を発表した。 8月24日の対ソフトバンク戦で4番手として初投板。1回を投げて3失点と打ち込まれた。その後の投板はなく、同年はこの1試合のみの投板であったが、2013年シーズンも在籍することになった。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは左の中継ぎで26試合に、 当番3勝3敗の防御率3.23の成績を残し、球団から評価されたものの、11月18日に来期契約を結ばないことが球団より発表された。11月25日、自由契約公示された。2014年3月4日に、フルス、タイガースとマイナー契約を結んだ。4月に解雇され、6月からメキシカンリーグのユカタンライオンズでプレー。 12月23日にミネソタツインズとマイナー契約を結ぶ。2015年4月2日に解雇となり、5月にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。オフにトレードでユカタン・ライオンズに移籍。2016年2月5日に解雇となるが、3月5日にユカタン・ライオンズと再契約。しかし、当番機会ないまま5月26日に、 自由契約となり、ベラクルスレッドイーグルスに移籍。2017年2月8日に第4回、WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2018年は、所属球団なく、オフに、ベネズエラのウィンターリーグにデプレー2019年は、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約したが、開幕から8試合の当番で6失点を喫し、 5月2日に解雇となる。最速時速157キロメートルのストレートが武器で変化球はスライダーチェンジアップを投げる。ありがとうございます。